宇都マ駅は北海道様似郡様似町アザウトマにあった北海道旅客鉄道日高本線の駅である。電報略号は宇ト。1978年の宇都マ駅と周囲約500メートル範囲。右が様似方面。元は島式ホーム一面二線であったが上り線が様似側で切られ即線化された。その時期がかなり古いためか、この写真では 判別が困難であるが、この側線は1983年の時点でも残されていた。その後に撤去されて駅舎までの間がスロープ状にならされた。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成当駅の所在する地名より、地名はアイヌ語のウトマペに由来する。これは現在のウトマ川のアイヌ語名であり、 かつて、日高滅別川と合流していたことから付けられたものである。島式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは線路の南側に存在する、電鉄機を持たない防線駅となっている。かつては、島式ホーム一面二線を有する列車交換可能な交換駅であった。駅舎側が上りの一番線、駅舎と反対側が下りの二番線となっていた。 使われなくなった駅舎側の旧一番線は、1983年4月時点では、交換設備運用廃止後もとまこまえ型の分岐器が維持され、ホーム様によりの端までの線路が側線として残っていたが、1993年3月までに撤去された。分岐器の形状は片開き分岐であった。静内駅管理の無人駅となっている。駅舎は、 校内の南側に位置し、ホームとは通路で連絡している。友人駅時代の駅舎は改築され、和布29,500系有害管給舎を改造した、貨車駅舎となっている。出入口扉がアルミサッシに変更されている。図書区は1993年3月時点では、水色一色であったが、その後は、さまに中学校美術部の生徒の手による、正面側がかにやたこなど、 線路側が魚などの10種類以上の海の生物のイラストになっている。1日乗降人員は以下の通りである。また、JR 北海道によると、拡張サビにおける乗車人員及び乗降人員平均は以下の通りである。JR 北海道北海道運輸局、ありがとうございます。